まこなこです。今回はコントローラーの重さの比較をやってみようかなと思います。特に任天堂スイッチのプロコントローラー使ってる方、かなり重いと感じてる人が多いのではないでしょうか。場合によってはそれによって重さによって手を痛める可能性があるので、では過去に発売されたゲーム機の中から直近手に入るコントローラー、それらを比較して、実際に任天堂スイッチ上のプロコントローラーがいかに重いか、またそれに代わるものは一体何かないのかという話をしていきたいと思います。まずこの数字に関しては自らが測った数字になってますので、メーカー公式の数字ではないです。では早速見ていきましょう。まず一番軽かったのが任天堂スイッチ上のファミコンコントローラー、これが 72g でした。続いてスーパーファミコンミニ用のコントローラー、これはコードは外に垂れ流すような形で測ってます、 83g。 同じくメガドライブミニ用のコントローラーも 83g でした。続いて 96g でスーパーファミコンコントローラー、これは任天堂スイッチ用のものになってます。プレイステーションクラシック用のコントローラー、これが 99g。 これらのコントローラーが過去のコントローラーと全く同じ重さなのかどうかは分かりませんが、いかに昔のコントローラーが軽かったかということが分かるかと思います。続いて 100g、 これ任天堂スイッチ用のコントローラーなのですが、ジョイコングリップなしの状態です。ですので白熱したゲームをプレイする場合は若干プレイがしにくいかもしれません。ここからが一気に重さが増えますが、今回おすすめするコントローラーの一つである 180g 任天堂スイッチ上の堀のコントローラー、これが従来型のコントローラーの中では一番軽いのかなと思いますので、これもちょっとおすすめ、ね、しておこうかなと。で、実際おすすめするんですが、いくつか注意点もありますので、そのあたりはまた後で紹介します。続いて 196g 任天堂スイッチ用コントローラー、ジョイコングリップがある方、こちらはだいたい 96g がジョイコングリップ用の部分の重さになっています。これで当然プレイもできますが、やはり昔からゲームやってる方はこのコントローラーだと操作がしにくいという人も当然ねいると思いますので、その時はやはりプロコントローラーなどを検討しなければいけない。続いて 219g でプレイステーション用のコントローラー、これもやはりちょっと重いかなという感じですが、その次に述べるものと比べてはさほど重くないと感じるかもしれません。最後に 248g で任天堂スイッチ用のプロコントローラーが入っています。他のものと比べていかに重いかが分かるかと思います。 Wii U の時も重かったですが、まさか任天堂スイッチでもコントローラー一番重いような状況になっていようとは思いもしませんでしたが、そして先ほども言いましたが、こうしたコントローラーを使ってプレイをすると手を痛める可能性があるので、スマホでずっと持ってると手を痛くなるという人も当然いるかと思いますが、これはゲームのコントローラーでも同じですので、できるだけ軽い方が良いと思います。そこで先ほど言った堀のコントローラーをおすすめしたいのですが、いくつか注意点があります。まず2つ種類があって、有線線がついているものとついてないものがあります。ついてないものの方が若干重いかなといったところ。今回紹介した 180g は無線の方の数字になっています。線がついてる方が若干軽いというような数字になっていますが、扱いにくさというものもね当然ありますので、その点はお好みで、軽さを追求するんであれば有線のコントローラーを選びましょう。もう一つなんですが、音が意外とうるさいんですよね。普通のプロコントローラーと比べてどれぐらい音が異なるか実際試してみますので、それで検討してみてください。全く同じような状況でボタン操作しますので、それで音を聞いて確認してみてください。まずは堀のコントローラーでボタンを押します。
続いて任天堂スイッチ用プロコントローラー、これでボタンを押してみます。この動画でわかるかどうかわかりませんが、実際聞いた感じだとものすごく音の差があって、堀のコントローラーはコントローラーの操作する際の音がすごくうるさく感じます。なので軽いということは良いのですが、音の静かさ、コントローラーを操作している時の静かさに関しては任天堂スイッチ用プロコントローラー、つまりは任天堂が発売しているコントローラーの方が上手です。また触り心地などもポリコントローラーよりプロコントローラーの方が良いのですが、何度も言うように重いのでその点さっぴく必要があります。 68g も変わってしまいますので、これは長く遊べば遊ぶほど手に負担がかかります。またプロコントローラーの弱点としては十字キーが誤動作起こしやすいかなという気がするので、上を押しているつもりでも別方向行ってしまうようなねこともありますので、まあ、その点ホリコントローラーはそこまでの誤動作が起こしにくい、そういうような違いもありますので、もしプロコントローラー使っていてなんか十字キーを押してるけどいつも上を押してるのになぜか左側を押してるようなね画面の動きになっていたというような違和感を感じている方はホリコントローラー試すのも良いかと思います。以上のようにかなりゲーム機のコントローラーが重くなってきてますが、何度も言うように手を壊してしまったらゲームが遊べなくなりますので、ぜひとも軽いものを優先して選んでみてはどうでしょうか。私も実を言うとゲーム機のコントローラーずっと握っていたら手が痛くなって今だと重いものが持てないような状況になってますので、皆さんはそのようなことがないように早め早めに軽いコントローラーでゲームを楽しみましょう。このあたりはもうスマホを長く持っている方、タブレット端末を手に持ってちょっと手が痛くなったというような経験をしている方は、この軽いものを求める気持ちというのがわかるのではないでしょうか。以上で紹介を終えたいと思います。参考になった方は高評価よろしくお願いします。ではでは。